はい。では、センター試験2020年、数学 1A の第5問。はい。こちらの解説を行っていきたいと思います。はい。えー、まあ、早速ですね。はい。こちら、ま、分数でできたら、だいたいバとかメネラス使えばいいんだなーって感じでいいと思います。はい。えー、しっかりと条件書いて、えー、まあ、これ、はい。1番の定理使ってあげることによって、えー、まあ、最初に求めたい、この AG 分の GB。はい。1って出てきます。 で次ですね。はい。こちらもメニューラーズの定理を使ってください。はい。メニューラーズの定理を使ってあげて、えー、まあ、これですね。えー、FD 分の、えー、AF。これを求めたいというわけなんですよね。まあ、ここ混ぜた、まあ、この部分ですね。この三角形を使ってあげて、えー、メニューラーズを使ってください。で、同じように、これも、はい。どこを使うのっていう。はい。この線使いたいから、じゃあ、どれ使えのっていうのを考えてあげて、計算すると、えー、メニューラーズはいいかなと思います。はい。次。面積出てきましたね。 で、面積出てきたときどうするかというと、まあ、もともとこの ABC が元になっているから、ABC をどう分割したかなって考えると分かりやすいかなと思います。はい、CDG に関しては三角形半分にしたものをさらに八分の一にしたものです。はい。で、BFG に関しても同じように、はい、半分にしたものを、はい、7対2なので、はい、分の七にしたものです。ね。あとはこれも計算して、はい、56分の九って出すことができます。 はい。では次ですね、えー。4点が、はい。同一円状にあるとき。で、FD が1。大体、まあ、円が出てきたら、円周角とか、ま、方べき使うということですが、まあ、今回方べき使うパターンですね。はい。FD1 のとき、まあ、さっきのね、えー、日のろいろやりましたが、えー、それによって AF が8って出てきますので、はい。AG、求めたいのは AB ですが、まあ、AGX とおけば、ここ1対1だったので、はい。AB は 2X ってすることできます。 えするとまあ、方べき、計算してあげて、ここかけるここがここかけるここ、ね。x は6。で、ab 求めたいってことだから、ちゃんと2倍忘れずにね、えー、12というふうになります。はい、で次、次、はい、ae が3ルート7のとき。えー、この時にどうなるかっていうと、まあ、これも同じく ae かける ac を求めたいってことだから、えー、ae 出てるから ac を ae を使ってどう表すかなっていうふうに考えると、まあ、ac7 分の8ってすることできるわけですよね。 であとはこれはい計算してあげて72はいするとあれこの72と5で出てなかったっけっていう風に考えると72-72っていう風に出てきたわけじゃんということは結局 a g かける a b って a e かける a c と一緒だよねつまりこれ方べきの定理使いんじゃん方べきの定理使えるってことはつまり同一円状だよねっていうのが分かります じゃあ、同一円状っていうふうに分かるってことはどうなるかっていうとはい AEG どこと等しいのっていうと、はい、四角形内接するところの、はい、この部分と、えー、この外角の部分つまりここですねが等しいっていうのが分かるからつまり AEG は ABC と等しいっていうことができるわけですね。はい、では以上になります。